キャプテンの暗証をつけてプレーするカルレス、プジョルサッカーチームのチームキャプテンは、チームのピッチ上でのリーダーに選ばれた選手である。スキッパーとしても知られている。チームキャプテンは、選手の中で年上あるいは経験豊富な選手や、メンタル面で突出している選手、あるいは試合に強い影響を与えることができる選手が、務めることが多い。戦術レベルでは監督の指示を、 チーム全体に伝達する役割を担うことも多く、高い戦術理解度が求められることもある。また、チームを代表する存在であるがゆえに試合前の記者会見やインタビュー等のメディア露出も多く、プレー面だけではなく、パーソナリティも重視される。チームキャプテンは、通常、腕章を身につけることで判別できる。日本語では、首相とも呼ばれる。 競技規則によって定められたキャプテンの公式責務は、キックオフ及び PK 戦の前のコイントスに参加することである。また、キャプテンは、レフェリーとのコミュニケーションにおいて、重要な役割を持つ。重大な論争が予想される判定、及びその判定により乱闘に発展した場合には、率先してレフェリーと対話し、判定へ不満を持つ選手を沈める役割も担っている。 ありがとうございます。